ランスの書類整理。おすすめなのはファイルを6冊準備することです。1冊目のファイル、総勘定元帳や仕分け日記帳を閉じておくファイルです。2つ目のファイル、売上の請求書、レジのジャーナル、見積書などを閉じておくファイルです。3冊目のファイル、仕入れや外注費のファイルです。4番目のファイル、領収書専用のファイルです。5番目のファイル、税金や社会保険関係のファイルです。最後6番目、確定申告書専用のファイル。今日はフリーランスの書類整理6つのファイルをご紹介しました。ただし令和4年の1月から電子帳簿保存法が始まります。電子で受け取ったデータは電子で保存する、その原則だけはご注意ください。